ちょっと待って、ちょっと待って。それはもうスタンバイしてない。ちょっとややこしいこともさ、いろんな心配あるけどさ、話ややこしくなるからもっぺん整理するよ。だから物上げ場からの海水ラインはピットまで来て、700リッターパーミニッツで、ちゃんと中に水を出してます。これでいいね。責任者いいねいいよって言ってくれ。はい。ほんでこのピットから、このピットの水を汲み込む2号機の消火水ポンプ、消火ポンプっていうか消防車と、ラインはもう構成されて、エンジンもかけられてスタンバイ状態。いやだからそのラインはまた、だってだ聞くやつが違う、責任者が答えろってんじゃん。だからだろ、まったく分かる分かんないって聞くな。そんなもんそこは確認してくれて OK で、確認してくれて OK ということで OK でいいんだよな。 OK だろ。だからこれで一応ラインはワンラインは2号機用のワンラインは OK だったと。でバックアップ用の逆線、なんだろ過水ラインは逆洗面ピットの近くの消火栓まで来てるけども、消火栓からピットまでが、今いけないと。ピットまで流す予定だったんだけど、そこに今、自衛隊の散水車2台邪魔してるんだけど、はい、それはバックホーンで片付けられるかなということで今進んでます。今検討中ね。はい、そんな状況です。そうすると、起動するためにはもう障害はないってことですか。これはバックアップを待ってるってことですか。いや、ないです。やっと今その状態になったということです。そうですね。僕も初めて聞いたんですから。OK。それでもう弁当も大丈夫だってことですね。弁当はまだです。